と思う。いやー、車中泊。いやー、30代しか、40代だったらできねえんじゃないかな、車中泊も。車中泊ライフ、いただきます。でもさ、やっぱあの、コンビニ行っていいっすよね。隣コンビニ。歩いて5秒でコンビニ。最近ね、すげえ寒くなってきたんで、あのね、ローソンのおでんが今安いんですよね。あ、ローソンのおでんが安いんですよ。おでん、今日おでん食べて寝ましょう。もうがっつり、がっつり、がっつりっすね。がっつり。クソでけえ。いやでもおでんがね、おでんが美味しい時期になりましたよ。いただきます。あの卵2個ですからね。卵2個いきました、ね、うん。あ、そうだ、こんにゃくをもう1個にすればよかったな。ああ。これ、おでん考えた人ってすごいっすよね。考えたというか、煮ただけですよね、多分。おでんって発祥何なんだろう。やっぱこんにゃくうめえな。はあ。早くね、早く全国一周したいっすね。コロナちゃんね。どうなんですかね。来年行っちゃおうかな、もう。まあ、セミナーができないですよね。セミナーがちょっと微妙っすよね。セミナーまだ全国ね、30都道府県ぐらい回ってないさ。セミナーやんないと。
っと疲れましたね。9%。これ多分全部飲めないですね。全部飲めない。ちょ、おならしていいですか？ちょ、おなら出ますよ。やばい。出なかったっす。多分 34GTR をこのような使い方をしてるのは僕だけですよ、日本全国探しても。 34GTR ホテルみたいなね。まあ早いっすよ。まあ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 早い。まあまあ早いホテル。早いただ、なんだ。寝心地は微妙。寝心地は微妙ですね。ちょっと買いすぎたな。まあいいや。僕ね、寝る前に食わないと寝れないんですよ。寝る前に食うっていうね。寝る前にお腹いっぱいにして寝るっていう。なんか空腹だと寝れないですよね。寝る前に卵2個ってファンキーっすよね。こっちの方が、こっちの方が黒いな。ちょ、黒いのいきましょうか。おお、だいぶ煮立ってんな。どうしようかな。明日ホテル泊まろうかな。
でも、でも、この R34 ホテルの落ち着くっちゃ落ち着くんですよね。まあ、ずっと共に過ごしてるじゃないですか。まあ、落ち着くんですけどね。疲れた。多分ね、下道で300を走りましたね、今日下道で300を走ったな。下道で300あんま走んなくないですか。300キロってさ、どこら辺なんだろうね。今、大分なんで、広島から大分まで下道できたんで、300キロぐらいあるんじゃないかな。まあまあ長かったですね。まあまあ長かった。ずっと運転してたの。広島から大分って何キロぐらいなんですかね。高速使ってないですね。だから大分から宮崎行って、宮崎から鹿児島行こうと思ったんですけど、宮崎で一泊しようかな。ホテルね、まあ唯一ね、こっちがリクライニングできるっていうのがいいですよね。それがやっぱね、最高にいいっすね。ランボとかフェラーリとか多分リクライニングできないじゃないですか、多分。こっちはリクライニングできないんですけど、フルバケなんで。疲れた。
だって移動しながらコンサルも3件してますからね。移動しながらコンサル3件したな。寒っ。車内がおでんです。布団マックスですから、寒いからダウンジャケット着て、布団毛布2枚と布団1枚。あれ
こんな残ってる。あ、こんな残ってる。飲めないですね。いやー、でもゆっくり寝れる。爆睡っすね、もう。完全爆睡。完全爆睡だ。寝ます。